はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。冥界召喚獣 VS カオスライトロードのデッキ対決になります。さあ、冥界召喚獣側が、効果ですかね、あれ内容の効果かな、デッキから冥界モンスター1体を墓地に送るですね。で、そして、おー、出ました、スネークレイン。爬虫類族、爬虫類族が無駄に今まで強化をされなかった理由のうちの一つですね。スネークレインがあるから今までね、爬虫類族は冷遇されてきたと思ってます。だからつまりスネークレインが悪い割と絶対そうだと思うんですよね。爬虫類族って何かなと思ったらスネークレインの存在があると思うんですよ、頭の中に。ベノミノンとかの時代ですもんね、あれで。おお、そんなこと言ってる間に申し訳ない。召喚獣、召喚者アレイスターを通常召喚し、キングレムリンを特殊召喚しで効果ですね。そのままこれができるから本当強いんですよね。で、デッキからヌルを手札に加えますね。ヌルの効果、手札から捨てることにより闇属性の冥界モンスター1体を墓地に送ることができます。爬虫類族か、爬虫類族を墓地に送ることができます。そういえば爬虫類族でなんかエイリアンのね、新規が出ましたね。2021年は爬虫類族の時代になるんでしょうか。楽しみといえば楽しみです。で、そして墓地の効果ですね。モンスター1体をリリースして、特殊召喚し、さらに効果、墓地に存在する冥界モンスター1体を特殊召喚します。で、その効果により、苗を特殊召喚し、その効果により一からサーチですね、魔法カードかな。で、5種類以上のね爬虫類族がいる場合、墓地に送るだけではなくて蘇生することができる、ね、で、その前に黒シープを特殊召喚し、召喚魔術発動メルカバ、そして黒シープの効果、墓地に存在するモンスター1体、レベル4以下のモンスター1体を特殊召喚します。で、これでレベル4モンスターをね1体出して、ガガガガマジシャンを出して、墓地とキングレムリンを蘇生して竜王ホープみたいなね流れも可能といえば可能ですね。そしてさらに効果、デッキから、あれはオクトアビスかな、墓地に送り、そのまま特殊召喚、墓地のモンスターを。そしてさらに効果、黒シープと自身をリリースして特殊召喚。これは見事ですね。冥界召喚獣が回っている。ライトロード大丈夫で、お互いにワンドローしてワン捨てですね。ライトロードビーストボルクを捨てました。で、墓地にモンスターが送られたことにより効果、ハンデスですね。モンスターが墓地に送られた場合ハンデス、ドロー以外の方法で手札に変わった場合、ダークローみたいな感じですね。あー、領域展開が墓地に送られた、領域が破られた、新限り簡易領域ですねこれは辛いな。そして墓地の召喚魔術の効果によりアレイスターを手札に変えます。ほぼ最大戦力で回りましたね、召喚冥界召喚獣。これは突破できるのか無理くないか。墓地のボルフを除外してコラプサーペントを特殊召喚、光属性モンスター1体を除外して特殊召喚します。で、その禁じられた一滴はそう、コラプサーペントを含めた3体のモンスターを墓地に送ることにより相手フィード上のモンスター3体を無効にします。で、攻撃力は半分です。これはひどいそして墓地に送られたことにより、ワイパースターの、あ、じゃあコラプサーペントの効果でワイパースターを手札に加えます。でも、こっからどうすんでしょう。でも、割と一択かな。で、墓地にモンスターが送られたことにより、冥界の効果ですね。墓地のモンスター1体を特殊召喚する。冥界モンスター1体を特殊召喚できます。これでモンスターが5体埋まりました。しかし3体は向こうにやってますね。お、ワイパースターを特殊召喚し、さらにライラを特殊、あ、通常召喚。これで、レベル4モンスターが2体来るぞ、ユーマですね。で、さらに領域展開、混沌領域の効果により墓地のコラプサーペントをデッキの一番下に戻し、ワンドローですね。さあ、これで何とか変わるのか。
どうも芳しくない様子。そしてレベル4モンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ライトロードセイントミネルバで、ミネルバの効果、オーバーレイユニットを取り除いて3枚こっちに送ります。1領域展開、白毛、お、なかなか強い、強いですね、なかなか。でボルフが墓地に送られたことにより等効果で特殊召喚、しかしここで、冥界モンスターの特殊召喚、地の効果ですね、墓地のモンスターが特殊召喚された場合、相手フィールド上のモンスター1体を墓地に送るという効果を持っています。ですなー、セインドミ、ミネルバが墓地に送られました。ミネルバの効果は効果で破壊されないと、あるいは戦闘で破壊されないと効果発動しません。そして白雪の効果で特殊召喚、もう効果使わない、まあ、使ったところであんまり意味ないですからね。2体目でバトルフェイズ自爆特攻。なるほど、自爆特攻でライトロード落ちることを期待。1、2、3、あー何も落ちねえ、負けました。これは仕方ない。ベルズビュートなのが入ってれば別だったんでしょうけども、多分入ってないでしょうね。ランク4のね、取捨選択難しいんですよ。2戦目、おーっと高校取りましたね、ライドロードが。まあやることないですからね、カオスライルって意外となんかやることないですよ、戦後で。むしろ高校から巻き返す方が得意というかね。で暴走魔法陣を発動し、そのままナイア効果かな、ヌルを墓地に送り、そのまま特殊召喚でアレイスターを通常召喚し、効果召喚魔術を手札に加えます。で2体でオーバーレイネットワークを構築、キングレムにいつもの流れおせんべい、はい。誘発を入れるかどうか、ライトロードの場合はね、まあ、ただ右というか冥界召喚獣は誘発は普通に入るもので、もし多い方じゃないかな。でスカルマイスターが入ってる構築も多いそうです、冥界召喚獣はレベル4ですから、例えばアレイスターを引かなかった場合なんですけれど、まあ、手札にね、今言ったようにヌルがあった場合、ヌルを蘇生して、でキングネムリンを通じゃあ、まあスカルマイスター、ごめんなさい、スカルマイスターを通常召喚してキングレムリンにつなげるっていう流れを組めば、最低限妨害は構えられるので、ランク4イコール妨害を構えられると思っていいと思います。まあ、もちろん墓地にね爬虫類族がいくつか必要になるんで、意外と足らなかったりするんですよね。例えばヌルスタートじゃないと、アレイスターとヌルスタートじゃないと、何か付属のカードがないとさっきのようなねコンボはできないんですよ。爬虫類族1枚足らないんです。これは僕自分で回してみて、ナイアスタートだと回らない。ヌルスタートじゃないとダメみたいな。スネークレインがあれば一挙解決なんですけど、そうなんですよ。でこの状況だとね足らないんですよね。残念ながらね、爬虫類族がね、これが本当な。そして墓地の効果でより、キングレムをリリースで特殊召喚、その後墓地の内野を特殊召喚し、効果デッキから加えます。冥界魔法トラップですね。基本的にこれをサーチするのが一般的というより、他にカード入れてない感じですね、冥界召喚獣とかの出張型の場合は。でも効果、墓地のモンスター2体をリリースして特殊召喚で召喚魔術、やっぱ光属性がいるというだけでね、十分召喚獣を入れる余地は出てきますよね。それだけで強い。リンクスではコキュートスが禁止らしいですけども、現実だと本当にメルカバーが禁止になる未来も出てくるんじゃないでしょうかね。アレイスターを禁止にしたくないとコナミは思ってると思います。お、帰ってきました。これならワンチャンありますか。光の援軍、一滴、
ソラエク、うわ弱っ弱っ。これはひどい。1枚でも何かしらのカードが落ちてくるんだけど困るんですよね。で、こうか。あれは墓地にモンスターが送られたらかな、まあ、まずはサーチからですね。コストなんで、光の援軍はね。光の援軍はコストですから、その効果によって手札に加えます。ライディアの手札に加えました。で、その処理後に効果かな。墓地のモンスターを蘇生ですね。悩んでいますね。何をサーチするのか。ランク4にまで行けば、そうなんですよね。ランク4に到達すればできる。なんとかできる。可能といえば。ライデンを手札に加え、さあその処理を。で、ゴードンですな。そりゃそうですな。ツードロさあワンチャンなるか。ここまで何も動いてないでいると増資あたりがありそうっちゃありそうなんですけど、ライデンを捨ててソーラーエクスチェンジを発動。2枚ドローし、2枚落とし。何か落ちるか。落ちないメルカバーが使っていないのでどこかに打たれるだけで厳しくなる。ルミナスに打たれるとほぼそれで終わるのと、墓地蘇生が出てしまうと効果も発動されてこっち除去されるんですよね。さあライデンを特殊召喚で、その瞬間効果、墓地からモンスターが特殊召喚された場合、フィールド上のカード1枚を墓地に送ります。これはしゃあないね。一滴があればですけどもないんですよね。これお墓地の白雪効果、カードを7枚除外して、墓地の重さを特殊召喚。いや1枚余計じゃないですか。でそこに対してなんか打たれとるのか1枚余計かな、多分雷電残しですね。雷電残しで除外。当然、メルカバーの効果は打たれたわけなんですけれども、で混沌領域の効果ワンドローで何か変わるのかというと何も変わらないいやー無理だったか。やっぱ相性が悪すぎる。墓地蘇生に何か打たれるときついカオスライロン。お疲れ様でした